今妊娠してて、マタニティマークも見える箇所につけてた。買い物していて時間帯が悪いのか、お客さんがたくさんいた。レジも長蛇の列で、私はカートを押して並んでた。前は小学生の巨大な息子を連れた母子。男の子は学級閉鎖ラッキー学級閉鎖ラッキーと言いながら跳ねてた。親はスマホポチポチして無視。男の子150近くあるから高学年だと思うんだけど、ずっと落ち着きがなかった。多動障害でもあるのかな。それなら母親も大変だよねと思い、私は距離を置いて並んでた。レジの列が進んで、母子がレジだの番になったんだけど、男の子が、あ、俺お菓子買うの忘れた。と言って列を抜けようとする。母親がそれを聞いて初めて反応。余計なのいらないからね。って手を伸ばして止めようとし、男の子は捕まらないもんね、と言って後ろに飛びのいた。ここで距離を置いて立っていたのがあだになった。勢いがついた体が私の持っていたカートに当たり、バランスを崩してカートの方に倒れ込んだ。後ろにもカートを押した人が並んでるし、逃げ場はない。カートの取り手部分がお腹をえぐりそうになった。間一髪、持ってたカバンを間に挟んで直撃は免れたけど、冷や汗が出て下腹部に鈍い痛みがしてた。全部見てた母親が何をするかと思ったら、ほら逃げられない、諦めてじっとしてろ。と倒れて尻餅ついてる男の子の頭を叩いた。レジの人を見たら目があったけど、男の子に大丈夫か声をかけることもしないで、黙々とレジ打ち続けた。男の子は、やだ。と尻餅ついたままわがまま言い出した。後ろにいたおばさまが、大丈夫？お腹痛いの？と心配して声をかけてくださった。ちょっとお腹が張って痛いかもしれないですと返事をすると、どうしよう。お買い物できる？じゃなくて病院。と私以上にオロオロされて逆に冷静になった。大丈夫です。今から病院行きますと伝えて、まだ前の母子のレジ打ちしてる店員に、すみません、買い物できなくなったのでカゴ返していいですか？とカゴを渡した。そこでも男の子はまだ立たずにお菓子お菓子言ってて、母親は無視してた。謝罪も一言もなかった。お腹張ってきてそれどころでなかったからすぐ病院行ったけど、少し落ち着くとどんどん痛みが来て焦った。無事病院にたどり着けたから何ともなかったけど、道中もし何かあったら、あの男の子はあんな年でなんて恨み事が、頭の中をぐるぐるしてた。相当心の中黒かったと思う。帰宅したらすっかり遅い時間で、今から買い物して夕飯作るのは無理な時間。部屋に上がるなり高校生の小獣とに、どこほっつき歩いてんだよ、妊婦だからって兄ちゃんの金で遊び歩くなんて良い身分だな、と言われ、先に事情連絡を入れてた姑が叱り飛ばして守ってくれた。